両砂取り勝負会、浄土真宗の信心について言えば、ことさらに自分の悪い心をとどめよとも、また迷いのとらわれの心が起こるのを止めよとも言うわけではありません。どのような仕事をして暮らしを立てていようとも、そのような日暮らしをしている取り柄のない私たちを救おうと、お救いになった阿弥陀如来の本願であると深く信じて、一心に御仏の本願にお任せする信心がまことなら、必ず阿弥陀如来のお救いに預かることができるのです。その上でどのように思って念仏するのかといえば、浄土に往生するのは信心の働きによるのだから、その信心を恵まれたご恩を報じるためと思って、命のある限り念仏すべきです。このような人を浄土真宗の信心を欠乗した人というのです。まず三幕道を離れて人間に生まれること、大きなる喜びなり、身は卑しくとも畜生に劣らんや、家は貧しくとも餓鬼に勝るべし、心に思うことかなわずとも地獄の苦に比ぶべからず。ナマンダブツ。皆さん、おはようございます。今、読ませていただいたのは、源信様のですね、余川宝吾という源信様のお言葉を述べたところがありましてね、これは、もう人間にね、生まれるということはね、いろんな苦しみがあってもね、大きな喜びなんですよ。いろいろとね、思い通りにならないことがあったり、自分のね、身が癒し、自分が思うように暮らせてないとかね、そういうことがいろいろあっても、畜生よりマシでしょう。そしてね、苦しいことがあってもね、地獄よりもね、ずっとずっとね、マシ、もう比べ物にならないようなことなんですよとね、おっしゃっています。少しね、今日は地獄のお話をね、してみようかなと思いまして、今日はこの本をまず読みましたね。私がブラジルに来てですね、3ヶ月になりました。はい、そしてですね、相変わらずいろいろ驚いているんですけれども、電車に乗ってですね、いつもああと思うことがありますね。それはですね、必ずね、なんていうんですか、熱々の恋人たちがおりますね、カップルですね。で、これがね、日本ではなかなか見られないですね。日本でもたくさんね、2人、ああ、恋人同士だろうなっていう方たちはいますけれども、ブラジルの場合は、もう周りに誰がいようと構わないという感じですね。もう2人の世界。そこの周りがもう2人だけが存在しているかのようなこうね、密接な感じでね、なんかいつもすごいなって思います。でですね、娘たちはですね、やっぱりびっくりしますからね。日本若い子のことはね、いろいろ崩れてるんですけど、そういうふうに熱々な人のことをね、リア充って言ったりするんですね。リアルに充実してるっていうね。で、リア充うざいって言うんです
ですよ。なんかすっごく仲良くしててね、なんか人に見せることないのにっていう感じで娘はまあ言うんですね。だから私はですね、ああそうだね、目のやり場に困るけどね、でもあの人たちはすごく幸せなんだよ今ねって話するんですね。それはね、やっぱり日本であろうとブラジルであろうとね、態度は違っても同じだと思うんですね。若い方、まあ、若い方に限らないけれども、恋愛っていうのはね、すごく大事なね、大きな出来事ですね。それはね、それは私だって振り返ればそうだったですね。大学生とかね、そういう頃ですね、そういう時はね、やっぱりね、恋愛っていうのは一番大きなねトピックですね、自分の中でね、生きがいですね。ですからね、私が初めて浄土真宗の教えに出会ったのも大学生の頃だったんですがね、阿弥陀仏のお救いの話をね、初めて聞きました。そしてね、阿弥陀仏は本当に心からあなたのことをね、思ってくださってるんですよとね、お話聞いた時にね、なんかね、私はまだ聞き始めでしたからね、そうなんですか、こんな愛は誰にも持てないですよ、慈愛ですねって言われた時にね、自分はもう恋愛のね、真っただ中ですからね、先生でもね、私もね、自分の恋人のことはすごく大事に思っていますよとね、言いました。この愛にも深くないですかと言ったんですね。そうしたらですね、それをね、あなたはね、今は大事に思ってるかもしれない。でもね、もしも相手がちょっとでも不都合な、例えば浮気をするとかね、裏切られるとか、そういうことがあってもね、そのまんま好きでいれますかと聞かれたんですね。で、私はね、ちょっと想像してみましたね。裏切られるとね、浮気をされるとこう考えてみたらね、想像しただけでもね、ムカムカっとね、うおーっていう、なんかこう空を焼き尽くすような怒りみたいなのがね、こう起こってくるようなね、そんな感じがしましたね。であ、確かに私の愛は条件付きの愛やなとね、その時に思ったわけなんです。そのようなね、恋愛、それはね、人生において喜びでもありますが、仏教の目から見たらね、そのことでね、やっぱりね、いろんなね、罪をね、作っていきますよというふうにね、言われてるんです。このね、恋愛、これに対してね、地獄のね、場所がちゃんとあるんですね。集合地獄と言いまして、一番まだね、こうそんなに大変じゃない方の地獄なんです。でもその中にいろんな場所があってね、その中の一つに東洋林地獄というものがあるんです。東っていう漢字はね、刀、ナイフ、ね、洋が葉っぱね、の林は林です。だから木がね、大きな木が目の前にもありますけれども、木があるんだけれども、その葉っぱがね、全部刀、ね、ナイフ、尖ったね。あるね、男の人が地獄に落ちました。そしたらね、わーっと大きな木があるんですね。そしたらその木が、今言いましたようにね、キラ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 っとね、ナイフ、恐ろしいね、突き刺さったら痛いようなナイフがあるんですね。そしてうわ怖いなぁと思いましたらね、こう上を見ましたらね、一番てっぺんにね、世にも美しい女性がいるんですよ。ものすごい、もう自分のすごいタイプ、もうこういう女性こそ自分がね、一緒にいたい人だっていう人がいるんですね。そしたらですね、その歯がね、いくら痛くてもよじ登らずには折れないんですね。しかも
その女性が言うんですね。どうぞこちらに来てください、あなたのことを待っていますよと言うんですね。それで必死に上がっていきます。そしたらね、肉にねナイフは刺さるしね、骨もぐっと押さえられていくしね、もう血だらけですね。それでも会いたい、それでもその女性に会いたいというね、そういう強い気持ち起こってね、もう血だらけなのにやっと着いた、さあ女性を抱きしめるぞと思いましたらですね、パッと女性を切りましてね、下を見ますと下にいるんですね、その女性が。そしたらあっと思うわけです。そしたらその女性がね、どうしてこんなに待っているのにね来てくださらないのと言うんですね。そしたらああこれは早く行かなくてはとね、傷だらけになりながらまた降りていく、そういうことをねずっと繰り返すわけなんです。これはね、そういう恐ろしい場所がありますよっていうよりかは、自分がね今現在生きてる時にね、恋愛とかいろんなことでね憎んだり怒ったりね、仕返しをしようと思ったり、そういうことでね、自分が作った地獄なんです。地獄っていうのはね、漢字がこう地面の字にこうちょっと難しい獄っていう字がありますけれどもね、違う言葉でね、自分の業、自分のやったことでね、苦で地獄と書いて地獄と言ったりもするんですね。これはあなたがやったことですよ。あなたがね、いつもやってることで今こういう場にいるんですよ。というね、そういうふうに仏様はね、おっしゃっておられて、そして心配しておられるんです。昨日はね、大きな雷がね、ブラジル、ここサンパウロではね、鳴りました。恐ろしかったですね。地獄ではね、ああいう恐ろしい声で、エンマさんの声が響くって言われてるんです。もう雷のような声でね、誰を憎むんでもない、お前が今までやってきたことを今その身に受けているんだぞ、というふうにね、大きな雷のような声が響くと言われています。ですからね、これは別に怖がらせようと言ってるんじゃないんですね。これがね、ああ自分の愚かな自分、そういう心がある自分、そしてもうね、ちょっとそういう時期を過ぎたという方もね、こう思い返してね、ああこういうことがあった、こういうことがあったな、そういえばあの時傷つけたなと、そういうことをねこう見ていくことでね、その浄土真宗のね一番大事なね、信心のね、世界が開けていくことになるんです。自分がね、ここまで言われてるのはなんでなんやろうな、そんな痛い目するほど、私はどうやろうかとね、皆さんにね、ぜひぜひね、考えていただきたいと思います。今日は、東洋林地獄というね、地獄のお話をいただきました。静かに聞いてくださってありがとうございました。生音楽室の